新庄監督、野球は怖いねコメント。試合後新庄監督は、一つのエラーからピッチャーが崩れてたくさん点を取られる、野球は怖いですね。以上、2イニングを投げ7失点した3番手の上原について、1回走り込んでね、下半身をもう1回鍛えて、下半身が安定してくればリリースポイントとかも安定してくるから、そういう切り替えをしてもらった方が早いかもしれない。ストライクゾーンに入ってもらわないと勝負できないからね。先発の福島、7失点自責さんについては、まっすぐは高かったですけど変化球はうまく打たれてましたよね。狙われてたというか、わからん。意外とスコアラーの方たちは相手チームの癖は見ますけど、味方の癖ってあんまり見ないんで、それは自分が研究する方向でやっていかないと。癖があったとしても、それが治らなかったら、その癖を逆に利用するぐらいね。それはプロなんで自分で考えていかないと。再び借金生活だが、毎日切り替えてるんですよ。こういうゲームだからこそ切り替えれる。上原自身が一番驚いてるんじゃないかな。あんなビハインドでもまともに投げれないのかと。至急にエラー絡みで失点四球もあったし、早く水野戻ってきてくれ。フロントは上沢に会いに行って口説き落とせ。上原30歳にもなって身体の基礎鍛えろとか言われてんのやばすぎだろ。本来ルーキーにそれを言う立場であるべきだろ。てかそれ言われるってことは練習で大してやってないことバレてんだろ。それ去年やったやん。ほら、優しい見限った時は妙に優しいからな。新庄堀の時みたいに。福島さんもまだ体作りの段階だろうに、前半戦投げ切ってくれてありがたいわ。堀はタイトル持ちかつルーキーイヤーから数年中継ぎで使ったり先発で使ったり、めちゃくちゃな起用しまくった手前、切りにくい上原は実質役に立ったの1年だけで、もう跳ねることを期待できる年でもないから普通にやばい。万波、みんな俺の12号ホームランを覚えてる。